今、俺はドワーフ王国へ谷を降りる時など恐怖体験だった。チラッとゴブリンたちを見ると、すごいことになってるな。今、俺はドワーフ王国へと向かっている。時速およそ 80km。 落ちないように捻子で体を固定しているが、谷を降りる時など恐怖体験だった。チラッとゴブリンたちを見ると、すごいことになってるな。鏡があったら見せてやりたい。あ、限界っぽいな。おい、みんな、ちょっと休憩しようぜ。鏡といえば、そうだ、水たまり。うん、何度見ても俺スライムなんだよな。あれ、どこだここ。なんで村に戻ってんだ。はい、過去を模した疑似空間に引き込まれたものと思われます。過去を模した空間、なんだそりゃ。あ、ゴブタ、ランガ、平気か。顔色悪いぞ。ゴブタ、誰すかそれ。つーか、誰すかこのスライム。え、いやいや、やめろってそういう冗談。案外傷つくから。俺だよ、俺、リムル。スライムごときが名を名乗るなど肩払いたい。我ですらネームドではないという。は、何言ってんだよ。お前にはランガって名前が。我は名もなきギターウルフ。親父殿を阻んだあの忌まわしき糸を糧に進化した新たな画廊の幼なり。ギターウルフ、なんだそれ。はい、過去を模した空間にて画廊族が格子を克服し、スキル電子格子を獲得、新種族ギターウルフへと進化したようです。年始を克服？昨日までの弱かった自分とはおさらばよ。この力、これがたどり着きたかった未来。黒稲妻、ゴブタが？かつてのゴブリンが画廊族の力を取り込み、雷属性のスキルを獲得、新種族バジュラへと進化したようです。ゴブタも謎進化したってのか。ゴブタゴブタって勝手に名前つけないでもらえるすかね。あれ、そういや、名前つけるときはいつも勝手につけてたけど。おい、お前は今日からゴブタだ。やっぱり名前がつけられない。今までいた世界とはルールが違う感じか。オイラはリグルみたいにただ名前をもらっただけの魔物じゃない。自分で画廊族の力を取り込んで進化したんす。だから、過去を模した亜空間って言ってたな。異世界の異世界なんてわけわからないな。あんたの力ももらうぜスライム。ちくしょう、殺すわけにもいかないし、かといって手を抜いてどうこうできる相手じゃない。ちょろちょろめんどい。たかがスライムのくせに。あの野郎、どんどん調子に乗りやがって。